超無罪力ぶっちぎり、マキピロくんでございます。はい、今回はですね、ハガレンコラボ、こちらのミッションの詳細情報と効率のいい進め方、こちらの動画になります。ちょっと深夜なので、一人で撮影をしておりますが、まあ、いろいろとね、調べてまいりました。で、それをまとめまして、皆さんにわかりやすく説明の方をしていきたいと思います。全力ぶっちぎり！はい。アメストリスミッション開催、ミッションクリアでコラボキャラ、そして錬成素材をゲットとあります。で、これざっくり説明すると、錬成素材を集める、そして素材でアイテムを錬成し、錬金術レベルを上げる、この2つでございます。ということで、ちょっと詳しく説明の方をしていきたいと思います。はい、まずは一つ目の錬成素材の集め方。各都市のミッションをクリアする。イーストシティ、ブリックス、セントラルにミッションはそれぞれ6つずつ各都市の一番上のミッションから挑戦可能となっております。各ミッションをクリアすると、錬金術レベルに応じた編成素材を獲得。獲得できる錬金素材の量はミッション画面から確認が可能となっております。初回クリア時には初クリア報酬としてコラボキャラクターやボイスセットなどをゲットできると。ただし、ミッションのクリア後、一定時間が経過するまでは、その年ではミッションに挑戦できなくなるので気をつけようとあります。はい、ミッションのね、一覧でございます。イーストシティ、ブリックス、セントラル。まあ、各ね、ミッションがあります。で、まあ、注意点がさっき言った、ミッションクリア後、一定時間が経過するまでは、その年ではミッションに挑戦できなくなるっていうところでございます。イーストシティが5時間、ブリックスが、10時間、セントラルが20時間となっております。特にこのセントラルの20時間はね、かなり長いかなと思います。で、まあ、ミッションのね、内容については、こちらのようになっております。で、各このミッションクリアするごとで、まあ、もらえるキャラクターがね、決まっております。はい、そして錬成素材の集め方2です。対象クエストをクリアする。対象クエストクリアで錬金術師レベルに応じた錬成素材を獲得できます。で、ちょっとこの写真のね、説明の方したいと思います。まずこれは錬金術師レベルが10になってます。だから錬金術師レベルに対してかける10になるんで、だからこのイベントクエストクリアで100、コラボクエストクリアで100、コラボキャラを編成してクリアで100となっております。合計で300になってるといった形になります。レベル1の場合は10×3 の30になると思います。赤のラインが写真でクリアしている条件になります。この矢印、こちらも同じように3つのね、条件をクリアすることができる一つの例題でございます。まあ、簡単に言うと、初期でコラボのクエストをクリアするときにコラボキャラを編成する、まあ、これで3つの条件をクリアすることができます。スカ、ラスト、エンビ、グラトニ、グリート、5つのクエストが期間限定で初期に追加されます。ちなみに初クリア報酬もありますので、こちらもね、獲得しておきましょう。で、スカーのクエストについては、1日1回限定でクリアボーナスとして、スカーが7体入手できます。ボスを倒した時のドロップでのみ、キャラクターが入手可能。マルチプレイで遊ぶと、ボスを倒した時に金玉5が2個以上ドロップする確率がアップします。まあ、通常の常設と同じ扱いですよ、といった形でございます。はい、そして3つ目の錬成素材の集め方。リゼンブールで錬成素材を受け取る。まあ、リゼンブールでは1時間ごとに錬成素材が生産されて受け取ることが可能になります。ちょっと注意点が、錬成素材の生産量や錬成素材を貯められる上限は錬金術師レベルに応じて増えていく。上限以上は生産されないので、こまめに受け取ろうとあります。だから、まあ、極力ですね、まあ、これチェックして受け取るようにしましょう。これが、錬成素材の集め方になります。素材でアイテムを錬成し、錬金術レベルを上げていく。これがね、必要になってきます。で、アイテム生成でアイテム獲得、錬金術師レベルを上げよう。コラボ限定のお助けアイテムもとあります。獲得した錬成素材でアイテム錬成が可能。消費した錬成素材数に応じて、錬金術師レベルが上がり、ミッションやクエストクリアで獲得できる錬成素材が増えます。アイテム錬成方法。錬成素材はアイテム錬成からゲーム内アイテムやコラボ限定グッジョブなどに錬成が可能です。またコラボクエストで使用可能な錬成お助けアイテムや日替わりアイテムも登場とあります。ということで、錬成アイテムと必要な錬成素材。
でございます。上のやつは、これの、まあ、改版というかモンストニュースで発表されたところに上限の数を書き込んであります。一応ね、素材もいくついるっていうのが出てるので、まあ、よかったらねこれ参考にしてもらえればいいかなと思います。各錬金術師レベルで作成できるものが変わってきます。例えば錬金術師レベル15、こちらでようやくね先見の章とか英雄の章、こちらがね錬成できると、まあ、もちろんね必要な錬成素材数もあるので、まあ、ここねちょっと注意しないといけないところかなと思います。はい、そして日替わり錬成アイテムと必要な錬成素材っていうのがあります。つまり日替わりアイテム欲しい場合はこの錬成素材数をまあ、確保しておかないといけないと。例えば2月13日、2月14日、これはオーブ1個もらえます。必要な錬成素材数は1000個になります。つまり1000個は残しておかないとオーブ錬成できないとなっちゃいます。だから慌ててねかき集めないといけなくなっちゃったりとかするので、まあ、こういったのはねちょっと注意してください。あと日替わり錬成アイテムの引き換えは1回のみです。そして日付の切り替わりは毎日 AM4 時になります。ただ2月の12日のみ12時、まあ、正午ですねから翌日の AM3 時59分となります。アイテム錬成で錬金術師レベルを上げよう。錬金術師レベル最大レベル20ですに応じてアメストリスミッションやクエストクリアで獲得できる錬成素材の量が増加します。さらにリゼンブルーで獲得できる錬成素材の量と貯めておける上限もアップということで、まあ錬金術師レベルを上げないとなかなかこの錬成素材貯めにくいよっていうことでございます。錬金術師レベル20に到達すると勲章と称号がもらえます。そして中央司令部ミッション開催とあります。アメストリスミッション内に中央司令部ミッションが登場。ミッションに挑戦して報酬を獲得しようということなんですけど、これねモンストニュースまとめの方で一応説明しておりますが、もう一度説明したいと思います。キングブラッドリーをラック99獲得。これは、まあ、下の方にちょっとちっちゃく、ちょっと小さすぎて見にくいかもしれないけど、コラボ第1弾の超究極クエストのキングブラッドリー、そこのラックはカウントされないっていうのは、これワクワクミン EL に対してのことです。要はワクワクミン EL が欲しければ今回のコラボ第2弾のクエスト、こちらでキングブラッドレイを99体集めてくださいね。そうしてくれたらワクワクミン EL を差し上げますよっていうことです。そして錬成のお助けアイテムなしと闇属性のキャラのみでクリアするとキングブラッドレイの進化解放、あとウロボロスの勲章がもらえます。はい、ということで、ちょっとね、効率のいい方法をまとめました。リゼンブールで錬成素材を受け取る。そして、各都市のミッションをクリアする。で、コラボのキャラをなるべく編成してミッションをクリアすると、まあ、その分ね、ちょっとでもポイントが多くもらえると。そして、グッジョブ、もしくはお助けアイテムを錬成。っていうのも、最初にでかいもの、例えば2000とかだとなかなかね、たまらないし、それまでに周回しないといけなかったりとかするから、お助けアイテムだったら少ないね、ポイントで交換できます。で、おすすめが神の鉄槌、金卵のドロップ率2倍なんで、まあ、ここに交換するのが、まあ、一番ベストなのかなとか思いました。で、早めにこの錬金術レベルを上げる。そうすることで、ミッションやクエストクリア報酬を増やせると。あと、リゼンブールの錬成素材、こちらにも関係してきます。そして最後ですね、コラボキャラを編成して、コラボのクエストを周回する。獲得条件をなるべく3つクリアする。ここがね、結構重要かなと思います。これはコラボのクエストを、まあ、イベントに出てるコラボクエストでもいいし、初期のコラボクエストでも構いません。それをコラボキャラクターを編成してクリアしていくと。そうすることで、獲得条件が3つクリアできます。まあ、これをやっていって、なるべく早くね、錬金術レベルを上げて、報酬をね、増やしていく。そうすることで、錬成素材を早く多く集めていく。といったことがね、できると思います。はい、ということで、一応ね、こう、説明させていただいて、一応まとめさせていただいたんですけど、分かっていただけましたでしょうか？説明が下手だったらね、本当に申し訳ないなと思います。はい、で、今回ね、参考になったという方、良ければ高評価、チャンネル登録、あとベルの通知などよろしくお願いします。ということで、今回の動画はこれにて終わりたいと思います。それでは皆さん、いい夢見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。